この度防衛大臣を拝命いたしました岸信夫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今般の就任にあたり、菅内閣総理大臣から以下の7項目のご指示をいただいております。一つ目は国家安全保障会議のもと国家安全保障政策を一層戦略的かつ体系的なものとして実施すること、また抑止力強化のためのミサイル阻止に関する新たな方針については今年度末までにあるべき方策を示し速やかに実行に移すこと、2つ目は防衛大綱中期防衛力整備計画に基づき宇宙、サイバー、電磁波などの領域で優位性を確保し、すべての領域を横断的に連携させた真に実効的な防衛力を構築すること。3つ目は、日米ガイドラインの下、自衛隊の役割を強化し、抑止力を高めること。また、北朝鮮の脅威を抑止するため、米国と協力し、防衛体制と能力の向上を図るために、取るべき具体的な行動を進めること、以上に挙げたような総理のご指示に基づきまして、防衛大臣として約25万人の自衛隊員とともに、国民の皆様の負託に応えるため、我が国と世界の平和と安定のために全力を尽くしてまいりたいと思います。